久保さん、今回は、悟りにしましょうか。悟りにしましょうか。悟り。<laughs> まあ僕はですね、以前の会社を辞めたいと思って、まあ当時ね、社員二人。で、その二人でね、夜な夜な会社に泊まってね、仕事しながら、会社の愚痴を言いながら、辞めようぜみたいなね、作戦会議をしながら。で、ある日、じゃもう、 やめようぜ、二人で、つって。で、僕は代表でね、ちょっと社長、話がありますと。おなんやと、と。じゃあ、6時か7時ぐらいみたいな感じで、まあ、仕事の夜ですね、あの小、小さい喫茶店に行ったわけですよ。で、やめようと思いますと。まあ、ブチ切れられまして。まあ、僕は考えましたよ。 で、考えて考えて出した答えが、待てよと。俺辞めたらどこ行くんだと <laughs>。就職できねえぞと <laughs>。待てよと。誰も雇ってくれなかったじゃないかと <laughs>。自分で稼ぐ力つけないと、まあ、この先無理やなと。で、僕は耐えました。あれから10年みたいなね。それ、それから10年ですかね。 でも、その当時、その二人だ、二人で辞めようって言って、もう一人は辞めてきました。つまり、会社にはえ、社長と僕だけですね <laughs>。社長と僕だけになりましたね。これね、多分、半年か、三ヶ月ぐらいだったかな。うん。まあ、会社に出社しても一人っていうね <laughs>。なかなかですよね。会社なのかっていうね <laughs>。会社に一人しかいないっていうね。なかなか、寂しい。 時期もありますけどね <laughs> だから要はあのネットビジネスできない人ネットビジネスできなくて一人で稼げなくても今ご飯を食って普通に生活できているそれは僕より素晴らしいことだと思うんですねなぜならばうん就職ができたわけじゃないですかすごくないですか僕は就職できなかったんです10社ぐらい面接落ちてで10社面接落ちて1社受かりましたけど 誰でも入れる。訪問販売。訪問、訪問販売はね、多分ね、誰でも受かりますね。多分。訪問。訪 <laughs> 問。訪問しかないですよ。<laughs> 後々聞いたんですけど、先輩からね、その訪問会社の、訪問ね。こう、中卒でも誰でも入れるよ、みたいな。<laughs> だから、本当に学歴全く関係ないので、何も関係ないんですよ。ピンポン押して、アポイントが取れるかどうかの世界なんて <laughs>、マジで関係ないですよね。 ピンポンしてアポが取れるか取れないか世界だから、何も関係ないですよね <laughs>。完全な実力主義のあれなんで。ただまあその会社がね、潰れまして、まあ路頭に迷うっていうことを経験したんですけど。だからまあ、松下幸之助さんは言うわけですよ。成功をね、した理由は何なのかと。え貧乏だった。頭が悪かった。病を、病があったと。いうわけなんですけど、 僕も一緒です <laughs>。あの時、本当に普通に就職できてたら、多分今の人生ないですね、僕ね。マジで。うん。自分でネットビジネスやろうと思わなかったですし、で、あの時に社長に辞めますって言った時に悟らなければ、多分辞めてただろうし、もう一人の子は辞めたんで。うーん。あの時も悟りましたよね。で、悟って、 まあ、骨埋めるぞっていう覚悟で、えー、その覚悟のおかげで10年以上頑張りましたけど、<laughs> あれで1回も据えましたね、本当に。うに、ん。まあ、人生のターニングポイントだったんじゃないかなと思いますね。うん、だからまあ、悟るってすげえ大事だと思うんですよね。<laughs> そこしかなくな、道はそこしかな、悟った瞬間に道は一つしかなくなるんで、 うん、やるしかないんですよね、うん、だ結局そのネットビジネスやらなくても道がもうあるわけですよね会社から毎月20もう給料入ってんのかな ?25 ぐらいですかまあ入ってるじゃないですか給料どうですかね稼がなくても自分一人で集客して自分一人で商品作って自分一人で信用作って、えー、セールスしなくても給料入るじゃないですか生活できるじゃないですか <laughs> っていう道がある以上、やっぱりその、うん、一つの道にはならないですよね。うん。まあ、サラリーマンやりながらうまくいってる人もいますけど、そのうまくいってる人たちっていうのはやっぱ考え方が変わってる人なので、うん。どうしてもそのサラリーマンマインドでは一人でか、あの、ネットで稼ぐってことはもう非常に難しいですね。うん。はい。ということで、悟りでした。いってらっしゃい。